日曜日お疲れ様でございました。タラレバー反省会、そしてドゥーラ来たね。ドゥーラ来ました。お疲れ様でございます。いや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 、リバティアイランド強かった。これ6馬身開けましたけど、6馬身以上のなんか雰囲気ありましたよね。オツの枯れ様でございました。私の馬券は外れましたが、いろいろありますけれども、馬券取った馬券もありますので、オツの枯れ様でございました。リバティアイランドおめでとう。そして馬券取った方おめでとうございます。オツの枯れ様でございます。さあ、リバティアイランド後ろから行くかなと思ったら行かなかったですね。もう中段前でした。7番手ぐらいだったかな。なんと私の本命のゴールデンハインドが5番予想と違いました。菅原騎手のコメントで、まあ逃げようとは思ってなかった、行く馬がいたらっていうところで、前に4頭ラベル、ライトコンタム、キムノラマリア、そして18番のイングランドアイズが、前に来ました。その後ろの5番手で前集団と後ろ集団の間でいいポジションだったらしいんですが、前に馬がいるとハミーが外れてふわふわしてしまうと、結果無理してでも前行った方が良かったんじゃないかというコメント、逃げた方が良かったんじゃないかというコメントありまして、そこなんだよね。やっぱ前走で、そうフローラステークスで逃げて、あの粘りがあったので、やっぱ逃げてほしいっていう、勝った方はそれイメージしてたと思うんですよ。私と一緒で逃げて、要はラベルの位置ですよね、悪くても。であそこからラベルのように一頭だけラチ沿いを行ってリバティアイランドが刺しに来るみたいな、あれを想像してたんですけど、ラベルお見事、ラベル頑張った、ラベルには拍手ですよね。というかね、前行ったそのうちの人気薄はもうやっぱ人気なりの勝負行ってますし、イングランドアイズも大外入っちゃいましたけど、前走のことを考えてやっぱ前につけて勝負行ってますもんね。いやー、ゴールデンハインドなんで逃げてくんなかったんだよ。ラチ沿いを行ってほしかったよ。リバティアイランド直線向いてリバティアイランド並ばれたらもう一気ですもんね。もっと頑張るかなと思ったら、やっぱり逃げてこそなんでしょうね。やっぱ難しいですよ、三歳馬は。で、我々の思い通りにはいかないっていうのが競馬ですけど、やっぱオーナーさんのものですからね。まあいろいろな指示があったんでしょうけども、いやー、まだまだあの乗り方だと難しいな、菅原くん、チャンスだったぜ今回って思っちゃうんですよね。それにしてもね、川田ジョッキー、君の名はマリアとゴールデンハインドがちょっと前に行ってくれたので、いいポジションでポケットに入る感じで、いい、良かったですよ。でもそこを見逃さなかったのがハーパーのルメちゃんね、2着に来ましたけど、真横につけて、そして新緑化も積極的に、その後ろぐらいでね、リバティアイランド見ながら行ってました。でドゥアイズはねちょっと遅れたんです、すぐ牛につけたんですけど全然伸びてこなかったですね。いやー、そうね、5枠の2頭コナコーストもソーダズリングも、ソーダズリングに関しては豊ちゃんがやっぱり結果距離長いんじゃないかっていうコメント出してましたね。いや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 、勝った方はね、コナコーストはスタートして両サイドとぶつかってリズム崩した感じがありますよね。うん、いや今回やっぱりリバティアイランドの凄さの他にはやっぱりラベルの頑張りですよね、あとヒップホップソウルが、リバティアイランドの後ろぐらいにつけてて、直線ね、みんな外行ったところ、うちって一瞬いい味だったんですけど、ラベルを刺すこともできなかったですもんね。だからでもいいんじゃないですかね。まだ左右のバランスがあまり良くない中でいいレースしたと思いますけど、はい、さあ頑張ったのが13番、昨日の動画、土曜日にドゥーラが人気なさすぎる、
やっぱ札幌2歳ステークス買い続けなきゃダメだったんだよな。ここにやっぱ入れなきゃダメだったんだよ。ドゥアイズじゃなくてドゥーラ、うん、いやドゥーラ最後13番が来た時に、はい、私ワイドの5番トーン2600円ぐらいは取りましたね。はい、取らせていただきました。あとねこれ、うちのカミさんとカトリーヌと妹のジョゼフィーヌの誕生日を絡めた3連単ボックスが当たったんですね。カミさんが5月29日もうすぐなんですけども、カトリーヌが12月29日なんですね。でジョゼフィーヌが12月31日なので31ないので、5等ボックスにしようとなんで13を入れたらこれ見事来てくれて、これ3連単取れたんですよ。3万円ちょっとね、3万円ちょっと、はい、これはもうカミさんにプレゼントです。プレゼント for you。 Thank you。 ハッピーバースデー。ダービーがあるけどその前に今週のハッピーバースデー誕生日プレゼントおめでとう。1週間前からカウントパイ。ダービーではもっと取りますからね、取りますからね。外れてるんですよね、はい、3連服も買いましたけどダメでした。ああそうだな。いや13入れた方おめでとうございます。やっぱり札幌2歳ステークスのチャンピオンは弱くはないです。阪神の3連戦がダメだった、場所代わりで馬もやる気になっててね。おでもよく走りましたよね、リバティアーランと同じドゥラメンテ3区で。最後の伸びはハーパーより良かったですからね。まあ3着ですけどね。ハーパーもやっぱルメちゃんが言うにはハーツクライ3区らしく力強かったって言ってますよね。うん、じゃあダービーもハーツクライ3区が絡んでくるのかなんてね思ったりもしますが、私のメインは負けてしまいましたが、ドゥーラからの馬券は取りました。馬券は買ってないですね、ネットの方で取りました。さあいよいよダービーでございますよ皆さん。日本ダービー、私ね今のところね、さあ月賞の馬たちはちょっと怪しいなと思ってます。あの不良馬場走った後ですから、重馬場ね、まあ上位に来た馬は外を走ってきたんでしょうけど、ちょっとねやっぱ青馬賞の1、2着は面白いんじゃないですかね。うん、それとそう皐月賞でも大負け組とかね、うん、面白そうだね。ホービスケッツとかメタルスピードあたりは私入れたいなと思って、あと左回りがいるのがファントムシーフ、フリームファクシー、うん、でもソウルオーレンス強いのかな、先週の調教抜群でしたもんね。でタスティエーラ、堀厩舎のタスティエーラはやっぱちょっと買い場の食いが細いらしいんですよ。だから馬体維持との関係でその、うん、調整が難しいみたいなこと言ってますけどね。皐月賞上がり2番手のシャザーンとかどうなんでしょうかね、その辺来てほしいな。35ファントムシーフとシャザーンが同じ上がりなんですよね、2着のね。やっぱ皐月賞最後伸びてくる馬がやっぱダービーでもちょっと楽しみですよね、3着候補としてね。頑張ったなー、ゴールデンハインドな、逃げてたら面白かったのになって思ってる方は私だけじゃないと思います。素晴らしい馬ですね、これ名品ですね、三冠牝馬にはなりそうですよね。さあ直線カードジョッキーがね、もう次のことを考えてみたいなレースしてましたよね、コメントにも出てましたけど、もう着差は開くだろうなっていうところでムチパンパンと打って、ルメちゃんも言ってましたけど、坂を登ってから東京の直線の坂を登ってからリバティアイランドは別のレースしてたって言ってますよね、うん、これ2000メートル前後だったら相当面白いですよ。今年の秋華賞出てジャパンカップ出てくるのかな、それからだからもう2000メートル前後、2000とか2400相当強いんじゃないですか。もう1600とか走んなくていいかななんて思ったりもするんですけど、いや強かった、強かったです。いやー素晴らしいのがまた出てきましたね。うん、よかった、取った方おめでとうございます。なんとか私も妻に
馬券プレゼントできました。これ100円です。もうちょっともうちょっと、よしダービーも内枠を狙いましょうかね。ね、はい、ということで皆さん今日はメインは外れましたが、当たった馬券もございました。そして、YT の方も13からのドゥーラからのワイドも2600ちょっと、はい、取りました。あのハーパーとの8000円台のあれ取れなかった、あれハーパー買ってないんですよ、ハーパー買ってないんですよっていうね、もう取った方おめでとうございます。馬券に数字になってるってことは取った方がたくさんいるっていうことですよね。おめでとうございます。それでは今週ダービーウィークでございます。ダービー取りましょう。穴馬探すぞ。デューラ15番人気、よし。